はい、一発合格テレビの岡です。今回のテーマはこちら、教えて年金ゼミ入門編、保険料を払わずに国民年金もらえる人っているの。こういったテーマでお送りしていきたいと思います。教えて年金ゼミ、これご存知でしょうか。こちらのねサムネイルなんかも見たことがある人いらっしゃると思います。ちょうど1年ぐらい前からですね、私がずっとねシリーズで公開している動画ということになりますね。このですね、教えて年金ゼミシリーズ、私もたくさんねシリーズ作ってるんですけど、その中でもですね 1,2 を争うぐらいの人気なシリーズになってるんですね。で、今回はその入門編をお届けしていきたいと思います。もともとですね、教えて年金ゼミの方はいわゆる年金額で一番重要な加算額を中心にですね、毎回数十分の講義で年金ゼミやっているわけですけど、今回は入門編ということで、これからね年金を勉強しようとする人、あとは興味のある人、あとはですね年金を勉強したけど根本的なところをしっかり固めたいっていう人、そういった向けにですね、一番基本的なところっていうのをですね、ズバリですね年金ゼミしていきたいと思います。今回もですね、非常に基本的なテーマということになりますが、それをですねしっかりと掘り下げてですね理解していただこうと思います。それでは始めていきますよ。はい、まずはですね、国民年金の被保険者さん、どんな人がいるかっていうところもう一度確認をしていきたいと思います。国民年金の被保険者さん、全部でですね、こちらにある通り4種類いると思っていただいていいと思いますね。いわゆる強制加入被保険者と言われている第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者で、あとは任意加入被保険者さんという形のね方がいらっしゃると思いますね。一人一人見ていきたいと思います。まずは第1号被保険者さんですね。いわゆるこれがですね、お勤めしてない方、フリーランスとか自営でねお仕事されてる方、こういった人がですね国民年金の第1号被保険者になりますね。条件的には3つこれをね抑えればいいということになりますね。まずは日本国内に居住している、これは絶対に必要です。第1号被保険者ね、日本国内に居住してない人は第1号被保険者にはなれません。あとは20歳以上60歳未満、これ年齢要件がありますよね。ですから20歳になれば学生さんでもですね、これ第1号被保険者になるんでしたね。で、3つ目がですね、老齢の年金の受給がなしと書いてますが、いわゆる老後の年金まだもらってないよっていう方が対象だということになります。基本的にですね、試験的に考えてもこの3つしっかりと当てはめてね、第1号被保険者考えてもらえればいいと思いますね。ですからこの条件に該当する人であればですね、例えば外国人さんでもですね、失業中の人でもフリーターの人でもですね、そういった人でも全員これ第1号被保険者になります。もちろん第2号第3号じゃない人という条件はもちろんつきますけどね、第1号被保険者主に自営業者の人、そんなイメージで押さえておいてくださいね。で、続いて第2号被保険者、第2号被保険者の定義は非常に簡単で、ここに書いてある通り厚生年金の被保険者さんですよという感じなんですね。で、この厚生年金保険の被保険者さんというのはお勤めの人というふうに考えてもらったらいいと思いますね。サラリーマン、OL、あと公務員の人も全てですね、国民年金の第2号被保険者になっていきます。で、年齢要件がこれないですからね、高校卒業してすぐお勤めの方っていうのは、例えば18歳ぐらいから第2号被保険者になったりすることがありますし、定年退職した後もですね、引き続きお勤めであればですね、60歳以上でもね、第2号被保険者になりうるということになります。ただしですね、一番下に書いてありますが、65歳以上で老齢のね、年金の受給権を取得すると資格を喪失するということになります。だいたい今ですね、老後の年金、老齢基礎年金とか老齢厚生年金というのは65歳から通常もらい始めますから、だいたいこの第2号被保険者さん65歳になった時にですね、資格を喪失する人が多いかなというところですね。まあ、65歳までお勤めの方は必ず第2号被保険者をやる、まあ、そんなイメージしていただいたらいいと思います。で、第3号被保険者っていうのは原則ですね、国内に居住している必要があります。この原則っていうのが重要でですね、例えば今ですね、海外に留学をしているとかですね、ちょっと旅行に行ってるとか、そういった方でも大丈夫です。日本国内に生活の基礎があると認められる人、これであればですね、第3号被保険者になり得ます。
あとは第3号被保険者、年齢要件がありますからね、20歳から60歳までの間ということになりますね。これは第2号被保険者の被扶養配偶者という言い方をしていくことになるので、第1号被保険者が配偶者ですよという場合はですね、第3号被保険者にはなりません。具体的に言うと、例えばですね、旦那さんが自営業者であれば、専業主婦の奥さんも第1号被保険者になりますから、第3号被保険者にはならないことになりますね。まあ、こんなところ、1号2号3号おそらくどれかにね、皆さん方該当しているという方が多いと思いますね。あとは第1号被保険者にならない人ということで、自分で手を挙げて任意加入をするという人がいらっしゃいます。この人はですね、3種類ね、具体的にはあるんですけど、例えば代表的なもので言うと、在外邦人、つまり日本人だけど今海外で生活をしている人、そういう人で65歳までの人っていうのは任意加入ができたりします。でこの人はですね、原則20歳以上65歳未満まで任意加入ができまして、ちょっと細かいんですけど、特例として70歳まで加入できるね、任意加入者さんもいたりしますけどね。とにかく国民年金の被保険者さん、この4種類考えていただければいいと思いますね。まずは1点目は以上です。はい、そうですよね。この国民年金の被保険者さん、おそらく今見られている方もですね、何かに該当してたと思います。国民年金の被保険者、国民年金っていうのは全ての、ね、人が入る基礎年金ですからね、どれかに該当してたという人が多いと思います。ただですね、国民年金の保険料を払っているかっていうのはまた別の話なんですね。先ほどの4人の人で国民年金の保険料を払っているかどうか確認していきましょう。こちらです。具体的に結論から言いますと、第1号被保険者と任意加入被保険者さんだけ国民年金の保険料を払っていることになります。で、第2号被保険者ですね、厚生年金の被保険者さんですけど、この人は厚生年金の保険料を毎月納付しています。これ給料から天引きされていると思いますけどね、国民年金の保険料を払ってないということですね。ただ国民年金の第2号被保険者でもあるわけですよね、この人はね。で、第3号被保険者の人も保険料一切払ってません。もちろん厚生年金の保険料も払っておりません。これどうしてかということになりますね。ただ第1号も第2号も第3号も保険料払う人も払ってない人もいますが、下に書いてあるように、これ同じだけですね、老齢基礎年金将来もらえることになります。例えば第3号被保険者の人、いわゆる被扶養配偶者の人、言うなれば扶養の人ですね、こういう方がですね、20歳から60歳までずっとね、専業主婦をやっていましたよ、そういう人であればですね、65歳から第1号被保険者が20歳から60歳まで保険料を納めた老齢基礎年金と全く同じ年金額の老齢基礎年金をもらうことができますいうことなんでね。2号も同じです、基本的に第2号ですから。実際にはこの4人の人の中で国民年金の保険料を納めている人と納めてない人がいますが、老齢基礎年金、これはみんなね、その加入期間に応じて同じだけもらえるということになります。ただね、ちょっと細かいことを言えば、第2号被保険者は20歳から60歳の間での加入期間が老齢基礎年金にね、反映していくことになりますね。この辺のところもしっかり確認をしておくといいと思いますね。2点目は以上です。はい、それではね、いよいよここですね。なぜ第2号被保険者、第3号被保険者は国民年金の保険料を払わずにですね、国民年金がもらえるのかということですね。まあ、ここが今日のね、メインということで、まあ、こういった形になります。こちらです。左の上からちょっとご覧くださいね。例えば会社員とか公務員の人、国民年金でいうと第2号被保険者に該当する人ですね。この人は先ほども言いましたように、国民年金の保険料を払っておりません。国民年金の保険料を払わずに厚生年金の保険料を毎月納付していることになりますね。厚生年金の保険料、これはですね、給与が天引きされてあんまりね、確認されてないかもしれませんが、その本人は半分の保険料を負担し、あと半分の保険料を事業主さんが負担しています。例えばですね、毎月厚生年金の保険料という形で3万円給与から天引きされている人がいたら、会社はですね、あと3万円足して毎月6万円の厚生年金の保険料を厚生年金に納めていることになります。結構高額ですよね。で、実はこの厚生年金の保険料の中に国民年金分が含まれているんだと考えてください。それを後から
厚生年金から国民年金にお金を送っています。これを基礎年金拠出金と言います。これ非常に重要な言葉ですよね。で、この基礎年金拠出金、これがあるからですね、国民年金の第2号被保険者の人、将来はっていうことで一番右上に書いてありますけど、65歳になったら厚生年金入ってますから、老齢厚生年金と老齢基礎年金、2つの年金をもらうことができる、まあ、こういった理屈になるんですね。ここしっかりと押さえておいてください。で、その中でですね、この基礎年金拠出金、重要なポイントがありまして、この第2号被保険者さん、自分たちだけの国民年金の保険料分だけを送っているわけじゃなくて、書いてあります通り第3号被保険者、つまり自分たちが扶養している第3号被保険者の国民年金の保険料分も含めて、これ基礎年金拠出金として国民年金に送っていることになります。もちろんこれだけでですね、第2号被保険者と第3号被保険者の国民年金賄えるわけじゃないので、半分ぐらいですね、税金も投入しながらですね、なんとか第2号被保険者さんと第3号被保険者さんの国民年金をカバーしていることになります。この基礎年金拠出金があるために、第2号被保険者は将来国民年金と厚生年金で、第3号被保険者も全く保険料を納めていないのに、老齢基礎年金が将来もらえることになると、受給資格期間満たせばと、もちろんね、いうことになりますが、もらえることになる、まあ、こういったからくりがありますからね、根本的な話だと思いますが、まずここしっかりと認識をしておいていただければと思います。はい、今回どうですかね、入門編のね1回目ということで、保険料払わずに国民年金もらえる人っているの、まあ本当に根本的なところだと思いますが、再度ですね、この辺もしっかりと確認をしていただいて、年金の勉強を進めていただければと思います。今回は以上です。